これで書類はすべて目を通せたでしょうか。今回は大きなトラブルの報告はありませんでしたね。何よりです。さてと、お仕事も終わりましたし、少しだけお昼寝でもしようかしら。やはり見られていたのですね。もしかしたら見られていないかもと思ったのですが、あんなに口を開けているところを、恥ずかしい。騎士本当に優しいですね、あなたは。ではこれも二人だけの内緒にしておいてくださいね。それで今日はどうされましたか。お土産？ああ、そういえば用事を片付けるためにあなたたちの世界に戻ると言っていましたね。違法のお土産？良い匂いもします。食べ物でしょうか。では騎士、一緒にいただきましょう。さあ、私の隣に。まあ、これがあなたたちの世界のお菓子なのですね。チョコレートにクッキーに、こちらはマカロンでしょうか。なるほど、クリームは控えめなのですね。どれも美味しそう。はい、では早速このマカロンをいただきます。あー、おいしい。素材の味を引き立てる程よい甘さ、それに食感も軽やかで心地いい。これはつい手が伸びてしまいます。甘味は世界を超えるものなのですね。どれもジオテオゴニアのものと似ていて、しかし全く同じではなく個性がある。確実に異なる世界でありながらも、美味しいと感じる心に違いはない。これは素晴らしい事実です。たとえ生まれ育った世界が違っていても、心は通じ合えるのだと、そう思うことができますから。アストライア大陸、そしてランドソル、あなたやクローチェから話を聞いて思ってはいましたが、想像している以上に近しい場所なのかもしれませんね。気にならないといえば嘘になります。国と民の安全を守る者としても、それに一個人としても。騎士、これからもあなたの世界のことを教えてください。どんなに些細なことでも構いませんから。一緒に。百聞は一見にしかずですね。いつかクローチェにもそう言ったことがありました。お気持ちは嬉しいのですが、私はプリンセスライラエル、この国の平和と民の安全を守るものです。城を離れるわけにはいきません。私は一見よりも百聞を取ります。ですので、どうかたくさんのお土産話を聞かせてくださいね、騎士。ええ、楽しみにしていますね。あら、こちらのお菓子はクッキーでしょうか。随分と変わった形をしていますね。まるで何かを包んでいるかのような。まあ、占いができるのですか。素敵な遊び心ですね。早速占ってみましょう。本当に紙が入っていました。一体どのような結果が。ワクワクします。
せーので開きますよ。せーの。驚きましたね。噂をすればといったところでしょうか。あなたの世界の話をしていたところにこのような結果が出るなんて良いこと。何が起きるのでしょう。私としたことがつい余計なことを考えてしまいましたね。さあ次はどのお菓子を食べましょう。騎士、あなたのおすすめはどちらです。騎士、今日はどうされましたか。またランドソルのお土産を。ありがとうございます。これを招待状でしょうか。珍しいですね。どなたからでしょう。ペコリーヌ姫。そういうことでしたか。ランドソルとジオテオゴニア、両国の交流が今後も増えていく可能性を鑑みて、ぜひ一度ランドソルへいらしてくださいとのことです。それも一国の姫としてではなく、その彼女の友人として、いわゆるお忍びでというよりも、どのような内容かあなたはご存知だったのではないですか。先日旅の話をしたばかりで、この招待状とても無関係とは思えません。あなたからペコリーヌ姫に何か話されたのでは。やはりそうでしたか。大丈夫、怒ってはいませんよ。気を使ってくださったのですね。あなたの気持ち嬉しく思います。もちろんペコリーヌ姫の気遣いも。ですが、プリンセスである私が一時とはいえ国を離れてもよいのかと考えてしまうのです。え？確かにそうですね。ペコリーヌ姫は私と同じ姫ですが、頻繁にこちらの世界に来てくださいます。目から鱗が落ちました。私は深刻に捉えすぎていたのかもしれませんね。思いのほかにメイド長らに不在の間の指示を出し、クローチェを護衛とすれば、ごく短期であれば問題はないはず。わかりました。ペコリーヌ姫からの招待、喜んでお受けいたします。ご案内願えますか。騎士、あなた方の世界、アストライア大陸へ。そろそろですね、そろそろですね。プレシアちゃんが教えてくれた空に穴が開くタイミング。クロさんテンション高。どんだけ行きたいんですか、ランドソル。だってだって、前にランドソルに行った時、今度はライライル様も一緒にって思ってたんです。だからワクワクが止まらなくて。クローチェさん、今回はただ観光に行くんじゃないんですよ。しっかりライライル様のことをお守りしてくださいね。分かってますよ、私シュバリエですから、そこら辺のことはバッチリです。大丈夫かな。よその世界で迷子になったりしないでくださいよ。姉貴心配しすぎ。そんなに気になるならついてけば。それはちょっと心の準備が。大丈夫だって。坊主もいるし、向こうではペコ嬢ちゃんも待ってる。問題ねえさ。ボルガーノ、私たちが不在の間、国の守りは任せましたよ。
お任せください、姫様。なんてね。まあ、こっちはいつも通りやっときますんで、羽を伸ばしてきてくださいや。ありがとう。よろしくお願いしますね。あ、空の雰囲気それっぽくなってる。あっちとつながるっぽい。ですねですね。ライラエル様、準備はいいですか？え、私はいつでも。リンド、ブルム、ボルダーノ、行ってきますね。行ってらっしゃいませ。では、騎士、クローチェ、旅立つことにしましょう。まだ見ぬ異邦の地、アストライア大陸へ。こうして、私たちはジオテオゴニアを離れました。私にとってこれは初めての旅。いいえ、初めての冒険と言っても良いでしょう。冒険、城の中で日々を過ごしてきた私にとってそれはとても縁遠い言葉。はあ、どうしましょう。知らず知らずのうちに胸が高鳴っています。不安、期待、いえ、あるいは私の手を握る彼のぬくもりにほんの少し戸惑っているのかもしれません。場所があるなんて。建物も地面も石造り、道行く人々もジオテオゴニアでは見かけない種族ばかり。ようやく実感しました。私は今異邦の地に立っているのですね。ライラエル様、いつも浮いていらっしゃるじゃないですか。地にやってきたということです。いえ、確かに浮いてはいるのですけど。とにかく無事に到着することができて何よりです。さて、この後は観光ですね。道案内なら任せてください。ランドソルの街並みはメモリーにバッチリ残ってますから。それは良い案ですね、クローチェ。私も賛成です。ですが、まずはペコリーヌ姫にご挨拶をしましょう。せっかくお招きいただいたのですから。騎士、私たちを連れて行ってくださいますか、ペコリーヌ姫のところへ。あ、皆さんおいっす。ランドソルへようこそ。この度はお招きいただきありがとうございます、ペコリーヌ姫。滞在期間中お世話になりますね。いえいえ、気にしないでください。むしろ急にお誘いしちゃってすみません。それにちゃんとお迎えもできなくって。気になさらないでください。両国の存在を公にするにはまだまだ課題も多いですから。今はこうしてあなたの友人として訪れることができただけで十分です。ライラエルさん、わー、すっごい豪邸ですね、ペコリーヌさん。本当にここにお泊まりしちゃっていいですか？もうクローチェ、はしたないですよ。すみません、ペコリーヌ姫。いいんですよ。ここはですね、外国からお招きしたお客様に滞在していただくための館なんです。ほ
本当はお城にも招待したかったんですけど、そうなるとお忍びってわけにはいかなくなっちゃうので、なのでこちらの館を用意させていただいたんです。必要なものはクレジットさんに一通り揃えてもらいました。もし足りないものがあったら何でも言ってくださいね。クレジット少し前に私のところにもご挨拶に来てくださいました。とても個性的な方でしたですね。まさか自力でジオテオゴニアまで追いかけてきちゃうなんて、さすがの行動力と情報収集力って感じです。あなたが慕われている証拠ですよ、ペコリーヌ姫。ペコリーヌさんの中心さんですもんね。ぜひぜひまたお話ししたいです。同じ中心仲間ですから。実際に話してみて類稀な才覚の持ち主だと感じました。両国の状況に対する理解も早く、すでに国交樹立後の通商についても考慮されていましたね。そうなんです、すっごくしっかりしてるんですよ。おかげで私も助かってるんです。ただその代わり私のお仕事の管理もしっかりで、実は今も確認しなくちゃいけないことがたくさんあるんです。まあそれでは観光をご一緒するのも難しいでしょうか。はい、すみません、完全に私の見通しが甘かったです。まさかあんなに書類が増えるなんて、まるで乾燥ワカメですよ。そうですか、残念ですが仕方ありませんね。それは助かります。こちらの世界のことは不勉強ですから。頼みましたよ、騎士。ペコリーヌ姫、あまり気に病まないでください。こうして滞在の機会をいただけたこと、私は心から感謝しているのです。それに考え方によってはかえって良かったのかもしれませんよ。え？せっかくのお忍びでも、プリンセスが二人並んで歩いていたらきっと目立ってしまうでしょ。確かにお二人とも雰囲気っていうかオーラみたいなのありますしね。そうだったんですか？言われてみれば気づかれることが多かったかもですね。不思議なことに。ああ、そっちですか？それはそれで納得しちゃいますけど。ペコリーヌさんってこっちでも変わらないんですね。なんだかほっとしちゃいました。ええ、本当にそういったところもまた慕われる理由なのでしょうね。私も見習わなくては。あんまり褒めないでくださいよ。そう言われるとそれはそれでもったいないっていうか、やっぱり今のなしで、遠慮しないで褒めてください。それでは改めて散策を始めましょうか。クローチェ、騎士、あまり遠くへは行かないようにしてくださいね。私の通信魔法があるとはいえ、異国には変わりありません。もちろんです、私はライラエル様のシュバリエですから、ピタッとくっついて離れません。ああ、そうでした。一つ大切なことを忘れていましたね。この街では目立たないように高高度の飛行はもとより、できるだけ地に足をつけるか
そう見えるように気をつけましょう。あまり意識したことはありませんが、私の格好は少し人目を集めてしまうようですしね。ええ。ですが、少し難しいかもしれません。だって、こう見えて私、浮き足立っていますから。よーし、それじゃあ案内は任せてください。いざランドソル観光へ出発。おー、ライラエル様、ライラエル様、見てください、あの向こうの方にあるのがお城ですよ。まあ、あれが噂の滑らかなホワイトチョコレートのように見えますが、かじったりはできないのですよね。こっちの世界の石で作られてますからね。大理石とかいう石をたくさん使ってるらしいです。やはりそうなのですか。少し残念です。ええ、あれほどきめ細やかなチョコレートであればきっと口どけも心地よいに違いないと思ったのです。その、別にお腹が空いているというわけではありませんよ。でもちょうどお昼時ですよね。お二人はご飯にしないとですよ。ナイトさんおすすめのお店がある方向は確か。シクラまんじゅうの本場、密かに練習をしていなければ危ないところでした。ええ、いざという時に備えてリンドやブルムたちと。それはさておいて、ずいぶん歩きましたし、そろそろ休憩にしましょうか。クローチェ、こちらへ。充填もしておかなくては。お願いします。それじゃあナイトさん、ちょっとだけお昼寝させてもらいますね。おやすみなさい。意外とエネルギーを消費していますね。この子もはしゃいでいたようです。疲れを知らないというのも
困りものですね。ええ、飛行の調整を怠らないようにしていましたので多少は気が張っていましたが、触れ合った人々との会話を思い返しながら、こうして彼ら彼女らが暮らす町の景色を眺めていると、このささやかな疲れすら心地よく感じてしまいます。ランドソル、良いところですね。しみじみとそう思います。食べるものは少し選ばなければいけませんが、それでもやはり抱いた好感は偽りようがありません。ジオテオゴニアの穏やかな空気とは少し異なる活気というのでしょうか、思わず心が踊ってしまうような、そんな生き生きとした空気が流れています。非常に興味深いです。どうされました？私の顔に何かついていますか？ことはありませんよ。あなたの気のせいです。もう少しでクローチェの充填も終わります。ちょうど良いですね。こちらも十分休憩できましたし、また観光を再開しましょう。はあ、やはり騎士には気づかれてしまうのですね。本当に不思議な人ですが、私のわがままを口にすることははばかられます。そう、今はまだほんの少しだけ時間が早いですから。クローチェ、騎士、今日はお疲れ様でした。二人のおかげでとても楽しい時間を過ごせました。感謝します。ライダエル様が楽しかったのなら何よりです。あ、もちろん私も楽しかったですよ。ええ、おかげさまでジオテオゴニアに帰ってもしばらくは話題に事欠かないでしょう。ですね。むしろみんなにたくさん話さないとですよ、今回のこと。そうですね。さて、この先はどうしましょう。眠るには少し早いような気もしますが。お風呂に入るのとかどうですか？こっちのお湯はジオテオゴニアとは違うみたいですし、それにそれにライライル様のお風呂の時間ってとーっても長いじゃないですか。ちょうどいいかもですよ。まあ、それはいいですね。確かにこちらの館は浴室も立派でしたし、一日の疲れを癒すにはちょうどいいかもしれません。そのつもりはないのですが、どうやら人よりも長いらしく、湯船に浸かっていると時折リンドたちに声をかけられることがあります。のぼせていないかと。それで騎士はこの後はどうされますか？こちらに泊まっていかれます？え、そうなんですか？てっきり一緒にお泊まりできると思ってました。騎士にも都合というものがありますからね。仕方がありませんよ。あ、なるほど。騎士が帰られるのであれば。え、ロイライル様、何かおっしゃいましたか？え、あ、いえ、何もありませんよ。何も。それでは騎士、今日はありがとうございました。明日もまたよろしくお願いしますね。お家に帰るまでですもんね。明日も楽しみです。おやすみなさい、騎士。
それではお風呂をいただくことにしましょうか。クローチェ、長湯になるかと思いますが、私のことは気にしないでくださいね。万が一困ったことがあれば通信魔法で知らせます。わかりました。浴室以外の警護はお任せください。ライラエル様、どうぞごゆっくり。ええ、ありがとう。ごめんなさい。はーい。あれ、今のライラエル様ちょっとおかしかったような。気のせいですね。こんばんは。そちらではありませんよ。また会いましたね、騎士。抜け出してきてしまいました。お風呂に入るふりをして浴室からこっそりと。私が今ここにいることはクローチェにも知らせていません。あの子には内緒です。いわゆる完全なお忍びですね。もし知られてしまえば心配するかもしれません。ですから気づかれてしまう前に、あなたと思い出を作りたくて。私と夜のお散歩をしませんか？少しの時間でいいのです。ほんの少しの間だけ、ごくありふれた何気ないひとときを私と過ごしてくださいませんか？誰も私を知らない街で、故郷のそれとは異なる夜に、あなたと二人だけで。あなたならきっとそう言ってくれると思っていました。それでは参りましょうか。時間は限られています。後悔のないよう急ぎましょう。これが夜のランドセル。昼とはまた少し様子が違いますね。子供たちを見かけないからでしょうか。少し落ち着いた雰囲気が。あら、よく見たら寄り添って歩いている方たちが多いですね。仲睦まじく手をつないだり腕を組んだりと。ああ、なるほど、そういうことですね。騎士、もう少し私の近くにいてはもらえませんか？いくら明かりがあるとはいえ、こちらはチオテオゴニアよりも夜の色を濃く感じます。幾分心もとないものですから。ありがとうございます。今はこれで十分。いいえ、何も。さあ急ぎましょう。お忍びとはいえ誰が見ているか分かりませんからね。良い時間でした。心からそう思います。騎士、私のわがままを聞いてくださって感謝します。おかげでようやくこの旅の目的が果たせた気がします。異邦の地をこの目で見、この肌で感じ、訪れた国の営みを理解すること。しかしそのためには姫としてだけではなく、私個人としてもランドソルを見てみる必要がありました。視点の問題とでも言うのでしょうか。もう取り繕う言い方はやめましょう。単純に過ごしてみたくなったのです。この街の時間をあなたと二人で。それはお誘いの言葉と受け取っても。もう
ずるい方ですね、あなたは。あ、ライラエル様、お風呂どうでしたか？ええ、とても良い湯加減でした。本当はもう少し長く入っていたかったところですが。え、もっと長くですか？よっぽどいいお湯だったんですね。あ、そうなのです、とても私好みで。ですからクローチェ、あなたも入ってくれといいですよ。はーい、ビューンとザバーッと浴びてきちゃいますね。あれれ、どうしました？私の顔に何か。ライラエル様、顔の温度がちょっと高いですね。ひょっとしてのぼせちゃったりしましたか？のぼせ、そうかもしれません。大丈夫です、少し座っていれば落ち着きますから。気にせず行ってきなさい。わかりました。それじゃあ一風呂行ってきます。傷つける類のものではないとはいえ、やはり慣れませんね、虚言を弄することは。それにしてもまだ熱が引かないなんて。私にしては急いでお風呂に入ったことが原因ではないですね。自分でも分かっています。この微熱に似た心持ちがいつから続いているのかくらい。これもわがままを言った代償と甘んじて受け入れましょう。あまりに無防備で、それでいて力強く、人の悪意や猜疑心に無頓着、そんな彼だからこそわがままを言えてしまった。一時とはいえ、私に役目を忘れさせてしまうなんて、本当にずるい人。遅いですね。まだ帰ってこないんでしょうか？もしかしてどこかで事故にでもあったんじゃ。落ち着きなって、姉貴。そんなにうろうろぐるぐる歩いてたら前世のバームクーヘンに戻るんじゃない？戻らない。それにそんなにぐるぐるしてないし。いや、もう20周くらいはしてたけどな。バームクーヘンなら20層だ食べ応えがあるぜ。ブルガーノさんまで。あ、ウォルさん、姉貴クーヘン、あっちあっち。姉貴クーヘン。お、どうやら無事に帰ってきたみたいだな。みな、ただいま帰りました。おかえりなさいませ、ライラエル様。私たちが不在の間、何か変わったことはありませんでしたか？トラブルはありませんね。いくつか定期の報告があるだけです。魔物の被害も全くなし、平和そのものだったぜ。それは何よりです。安心しました。ライラエル様、お疲れではありませんか？すぐにお茶の用意をしますね。お願いします。ちょうど一息入れたいところでしたし、皆にお話ししたいこともありましたから。お話？え、私のランドソルでの思い出、お土産話です。ランドソル土産もたっぷりありますよ。ほ
そりゃ楽しみだ。どれ、じっくり聞かせてもらうとすっか。夜のお散歩のことは内緒にしておきましょうね。私とあなたの二人占めです。まあそんなことが。ボルガーノが花束を渡したという女性とそのお仲間、ぜひ一度ご挨拶させていただきたいですね。ええ、楽しみです。そういえば騎士とお仲間の皆様がこの世界へ訪れてしばらく経ちましたが、例の探索の方はいかがでしょうか。それは良かったですと言いたいところですが、表情を見れば分かりますよ。まだ成果と呼べるほどのものは得られていないようですね。うん、そうなると騎士たちはきっともうすぐ遠くへ行ってしまう。いいえ、もし運よく騎士たちの探し人が見つかったとしても、こうして気軽にお茶に誘うことはできなくなってしまうのでしょうね。失礼、少々考え事を。あら、この光。まあ、これは。お目覚めですか、騎士。まだ寝ぼけているのですか。騎士の寝顔とても可愛らしかったですよ。もしや今のあなたは私のことがわからないのですか。なるほど、このような現象がとても面白いですね。どうやら騎士、ここには私とあなたしかいない様子ですね。あ、その私たちの知り合いがという意味です。騎士のお仲間がここに紛れ込んでくる可能性も今はないようですね。一体どのような存在がどういった意図でここを用意したかは分かりませんが、普段は眠りについている私の深層意識にまでは介入しきれなかったようですね。危害を加える目的で騎士を巻き添えにしたのなら厳重なる処罰を加えなくてはなりませんが、この程度の戯れならば目くじらを立てることもないでしょう。いや、むしろこれは私の望みを叶える好機、騎士との思い出を作るための絶好の機会かもしれませんね。騎士、あなたを私の個人的な友人と見込んでお願いがあります。私と今からおままごとをしてください。ええ、騎士の紹介してくれた小さなお知り合い、ミミやミソギや教科から教わったのです。いかがでしょうか。感謝いたします。では早速騎士の家に、いえ、その前に商店街という場所に行きましょう。夫婦で買い物デートですね。ええ、男女の連れ合いの最も一般的な関係性を夫婦と呼称するのでしょう。ままごととはいえ皆様のルールを逸脱するわけにはいきませんから。
まあ、失礼しました、そうですね。ではここでは人間風に。私はバラキエルと申します。気兼ねなくエルと呼び捨ててください。はい、あなた。さて、それではまずは夕食のためのお買い物ですね。ジオテオゴニアでしたら食べられる泥団子や花もすぐに見繕うことができるのですが、こちらではそうもいかないでしょうから。騎士は料理は得意ですか？それは楽しみですね。それはもう夫婦でデートですから。もう少し理由を言えば、今でしたら騎士を思うペコリーヌ姫たちに見とがめられることもありませんし、それにこうして地に足をつけて長く歩くのはそうないことです。もし転んでしまってこれから買う食材を台無しにしてはもったいないですものね。はい、この機会にぜひ鍋物という料理を食してみたいのです。大きな鍋一つに様々な食材を入れ、みんなで和気あいあいと分かち合う、まさに家族団らんの体現ではありませんか。八百屋、こちらの野菜専門店ですね。白菜と長ネギ、人参、他には何が必要でしょうか。お、そこの姉ちゃん、今夜は鍋かい？そんならキノコを入れ忘れちゃいけねえぜ。えのきにしいたけ、鍋にぶち込みはうまみたっぷりってもんだからよ。お上手ですね。それではそちらをくださいませ。へい、まいど。っていうか姉ちゃん、信じられないくらい美人だな。こんな美人さん初めて見たよ。おまけだ、持ってきな。もう、ありがとうございます。今度もおまけするからさ、また来てくれよ。二人で食べきるには少し多いかもしれませんが、お野菜はこれで揃いましたね。次はお肉屋さんですね。ごめんください。いらっしゃ。なんという美しいお客様。当店を選んでいただき光栄です。鶏肉、豚肉、牛肉、何でも言ってください。出血サービスしますから。何やらもう大荷物になってしまいましたが、次はお豆腐と油揚げを。あらあら、まあまあ、こんな綺麗な外国のお嬢さんに食べてもらえるなんてね。食べたいものをみんな持ってっていいわよ。ねえ、あの買い物中のお姉さん、ルックスやばくない？モデルさんかな？うわ、顔ちっさ、足長、腰細、胸でっか。しかもリアル金髪、スペック違いすぎだよ。ママ、すっごい綺麗な女優さんがいるよ。写真撮っていいかな？ダメに決まってるでしょ、この子ったら。でも本当に綺麗な人ね。オーラが出てるっていうか、むしろ神々しいって感じじゃないかい。ご利益ありそうだし、ちょっと拝ませてもらおうかしらね。そのようですね。致し方ありません。皆様、お下がりを。まあまあ、私ったら買い物の邪魔しちゃ悪いわね。うるさくしてごめんなさい。失礼します。参りましょう、騎士。いいえ、騎士との買い物はと
ても楽しい時間でしたが、私の不慣れなせいで無用な騒ぎを起こしてしまったようです。おままごととは難しいものですね。そうですね、そうできたら良いのですが、残念ながらそのための十分な時間はないのかもしれません。この楽しい夢もあまり長くは続かないようですし、あちらでも騎士がさらなる旅に出れば、今ほど気軽に言葉を交わすこともできなくなるでしょう。それに何より、たとえどれほど心を通わせることができても、私とあなたは違う世界の住人なのですから。そうでしたね。上明たちの人生を見守るべき身で、人の子の友を得るなど望むべくもないと、そう諦めていましたが、今の私にはあなたがいる。この夢のような時がいずれ覚めて終わるものだとしても、永遠に消えない思い出を刻み込みましょう。一瞬一瞬を大切にして。もちろん夢はいずれ覚めて終わります。ですが今はもう少しだけこの時間を続けさせていただきたくて、わずかな間だけ延長をさせてもらうことにしました。さあ騎士、今度はあなたが私に捕まるのですよ。時間もありませんし、急いであなたの家に向かっておままごとの続きをしましょう。それにクローチェから聞いていますよ、空中散歩とても楽しかったと。さあ急ぎましょう。あなた、背景持ってかれるとかさ、はあ、ガチモンはやばいわ。何したいのか謎すぎだし、あんなトンデモが裏側に引きこもって、しかも自分から認識の修正かかりに行ってるとか、マジで何なの。てか介入にレジストしたせいで夢の間は修正が解けてたっぽいし、レジストついでにちょっかいかけた私を消すくらい余裕っぽいのに、なんか埋めこぼしいただけたみたいだし。わかんな、てか怖、もういっか、近寄らんとこ怖いし。てかあんたもせいぜい気をつけなさいよ。そんなに鼻の下伸ばしてくっついてたら、そのうち本当に空の彼方に連れてかれちゃうかもなんだから。いくら相手が天使みたいに美人だからってね。いや、みたいにってか、そのまんまか。このような鑑賞を受けるとは予想外でしたが、とても楽しい夢を見ることができましたね。といっても
記憶に残せたのは半分程度ですが、騎士の方はいかがでしたか？まあそうでしたね。ちょうどそろそろ夕餉の準備の頃合いですし、コック長たちに本日は鍋物を用意するようお願いしましょうか。いいえ、騎士もまだ時間が許すなら私と一緒に調理場に立っていただけませんか？ありがとうございます。ここではあなたと呼ぶわけにもいきませんが、共に夢の続きと参りましょう。騎士。